今日は M スポーツの隣にあるファンというトレーニングできるところに来ました。これからリハビリのトレーニングを行っていきたいと思います。行ってみよう。アスリートハウスファンの宮本と言います。普段はまあこういうスポーツジムでパーソナルトレーニングをメインにしてるんですけど、まあ、怪我をした選手のパフォーマンスを上げたり、怪我の予防のトレーニングをしたり、あとまあ試合に帯同したりして、まあ、スポーツ選手や一般の方々の、まあ、スポーツパフォーマンス、ライフパフォーマンスの向上を図るためにサポートさせていただいています。よろしくお願いします。今日のトレーニングの流れは、週の初めがステップを基本的なステップから入れていって7割ぐらいの負荷でやったんで、今日は前回よりもより複雑な足の踏み替えとか使い方をしながら、スピードもちょっと8割ぐらいに上げていって、しっかりと足の踏み替えができてるかとかを確認します。 OK ですか？はい、そしたら今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は投げるらしいです。よし、じゃあ今日は入りました。行きます。30秒キープいくよ。何ヶ月ですか今？今は1,2,3,4,5半月板保護しました。お、オッケー、よーいこ、ストップいいね、叩くよ、いきます、よーいこ、8、9、10、11、12、13、14、15、6、7、OK、8、ブルブルして終わらない。
今日はありがとうございました。お疲れ様でした。今日はね、はい、今週の初めから新しいね、アジリティとかもステップアップに行ったんですけど、はい、週末にかけていいね、トレーニングができたと思うんで、復帰に向けて、いいパフォーマンス出せるように頑張ってください。はい、お願いします。お疲れ様です。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。アスリートハウスファンでは、下は小学生から、上の世代の方は80代の後半の方まで、皆さんスポーツのパフォーマンスから自分のライフパフォーマンスが向上できるように、もうそういうことを目的にして来られている方が多いです。で、パーソナルトレーニングなんで、まず安全にトレーニングできることが売りですので、効果が出る方も多いです。もしよろしかったら皆さん気軽に遊びに来ていただいたらと思います。よろしくお願いします。それではまた皆さん次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。さあ、今日は今週の初めに7割ぐらいの動きで基本的なステップワークとかをやったんで、今日はより複雑な超笑ってんじゃん。入門いくら？いや、うんって。ついに収めてしまいました。いいね。入って言いながら、そうやってなると水飛んだ。いつもじゃないですよ。こうタッチ、タッチ、抜ける。ここは結構抜けていいよ。いくよ。よー、あ、あらフライングしよう。あらフライングしようって。で、ハンディ超怖いよね。こうやって。気持ちがない。気持ちがない。完璧でしょ。ステップワークとこうちょっと複雑するから、ね、この場で踊るから。スムーじゃないですよ。スムーじゃないですよ。笑わないで笑っていいですか。ふざけてるわけではありません。はい、もうゆっくりカメラ気にせず。あ、いいですか。はい。もう気になるわ。そんな横にいられたら気になりません。シャットシャットシャット上げて、いい感じ。実ははいとか言いながら、実ははいっていうのがこの中だですね。頑張ります。ラスト締めマシンバッグね。乳酸菌がすごい。乳酸菌が乳酸菌足の乳酸菌がすごい。乳酸菌やばい。